ユニバーシティマガジンです。今日のお話は、はい、はい、今日の話は子犬についてなんですけども、子犬を迎えた後に、飼い主さんとのご家族との接し方についてなんですけども、犬の性格とか行動パターンっていうのは飼い主さんとの接し方で 100% 変わるよっていう話になっていきます。はい、はいはい、前回はね、子犬を飼うにあたって準備するもの編とか、はい、そういう話をしてきたんですが、今度はもう実際に犬がここにいる、そしてどういうふうに接したらいいかっていう話になってきます。ここすごい間違ってしまいがちなところなんですね。はいはい、なんでかっていうと、子犬に翻弄されちゃう飼い主さんが本当に多いから、甘噛みしてくるからとか、飛びついてくるからとか、まあいろいろ理由はあるんですけども、犬に翻弄されてどうしようってなってるうちに犬が大きくなっちゃってっていうパターンにすごくハマりやすいところなんです。はいはい、でも逆に言うと、今この時期を飼い主さんがうまく接して自分仕様の犬を作っていけたら、本当に楽というか、理想の犬にしていくことができるんですね。なので飼い主さんの接し方超重要っていう話を今日していこうと思います。はい、期間、例えば子犬から成犬になるまでの接し方っていうところではなくて、今回は子犬のもう迎えてすぐですかね、迎えてすぐの接し方、迎えてすぐの接し方について話していきたいと思います。うんうん、そうだね。うん、で、まあ結構多いのはやっぱ家族の方でね、犬を迎えるという方も多いですし、もちろんこう犬が好きで一番可愛い時期ですから、もう可愛いです本当に。うん、でもういい反応をしてくれます。可愛いでたらもう喜んで嬉しいし、で子犬は子犬でやはり母犬から離れて群れとしての意識っていうのがまだ残ってる状態で、それを求めてる段階でもあるので、人間に対しての愛情とかわーってこう反応もすごいいいんですね。なのでこの時にこっちがもう可愛いし、可愛いってやると犬も嬉しいってなって、どん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 興奮していきますん でこの興奮っていうのがまたちょっと厄介で、興奮状態っていうのは案外人間の方からすると見えないんですね。可愛い、こちらから可愛がってる、可愛いでおしまいなんですけども、その時の犬の精神状態だったりとかっていうのはどうなってるかっていうと、もう頭がもうわーってなってしまって何が何だか分かんないって状態なので、もしこういう接し方をずっと続けていくと、当然頭が働いてない状態なので、甘噛みしたとしても注意されても理解できないし、吠えて注意されても分かんないし、いたずらして注意されても分かんないし、そもそも声かけてくる言葉がわー興奮されるのだったら全部興奮になってしまうので、嬉しいとか悲しいとかっていう感情より先に興奮が始まってしまって、なかなか学習においても難しいし、で興奮が多いと問題行動とかっていうのもすごく増えてくるので、このあたりが特に一番は興奮しない触り方をしていくっていうのがまず大前提で、プラス接し方によって性格が変わってくるので、愛情深い子にもなったりとか、あとは強がりな子にならないとか、このあたりも本当に接し方で変わってくるので、特にこれは知っておいて損はないかなと思うので。興奮ってね、飼い主さんから見ると嬉しいことの表現っていうふうに見えるので、もっともっと興奮させたいっていうかね、興奮してる犬が可愛い、はい、こんなに私が帰ってきたのを喜んでくれるとか、私が触るのを喜んでくれるなんて、うん、もう嬉しくて仕方がないって、飼い主さんの方もそういう状態になっちゃって、はいはい、じゃあ興奮してる時の犬の精神状態どうなのかっていうところが見えなくなっちゃう。そこがやっぱり問題のベースにあると思うんですね。で、興奮をさせない触り方をしていく、興奮してない状態が、ベストな状態なんだっていう方に飼い主さんの認識を、改めてもらう。でじゃあ興奮することが絶対 NG なのかっていうと、うん、そうではなくて、じゃあ飼い主さんが遊ぼうって言った時にはやろうって言ってこう興奮のスイッチが入る、パーって遊んで楽しかったね、はい終わりにしようってなったらすっと元の状態に戻れるっていう風な犬に、犬を目標にして育てていく。そうすると全てこう学習というのが正常なメンタルな状態で入っていくので、興奮を抑えようとする訓練とかって必要なくなっていくんですね。うん、そうですね。
うちなんかでもそのいろいろな相談を受ける中で犬の興奮症がどうしようもないっていう相談がすごく多いんです。家の中でもそうですし、外に連れ出した時に犬を見るともう興奮しちゃうとか、人を見ると興奮しちゃう、ドッグランに連れて行くともう興奮しちゃって、車からドッグランまで移動させることが難しいだとか、もう本当にそう興奮にまつわる、問題って、ほとんどそうですよね。もうほとんどほぼそうって言っても9割ぐらい興奮から来る問題行動ですよね、うんうん、そうなんです。なのでその犬を興奮させないっていうのは子犬を飼った飼い主さんには、すごく、意識してもらいたいところです、はい、意識を変えるっていうのがすごい大事で、うんうん、多分意識をされてない方々とも多いかなと思うので、犬を良くしようと思ったら接し方を変える、で接し方さえ変えれば犬は変わるので、うん、結構お客さんに言うのは幅を出すためには人間もしっかり幅を出さないといけない、例えば可愛がるだけじゃなくって時には注意する必要もあるし、楽しい使い方をする時もあればちょっと真面目にここは違うよねっていう注意の使い方をするとかっていうのもありますん でこの子犬の時っていうのは犬の性格を作る上でもかなり重要な時期でもありますので、この時に、いろんな幅を持った技術としてね、持っておくと犬と性格っていうのはとても落ち着いている、なおかつ人好きであったりとか人に興奮しなかったりとか個性が出てきますんで、これ興奮させちゃうともう個性が興奮だけになってきて、可愛いのは可愛いんですけども問題行動を増えてちょっと困ったなっていうのは残ってしまうんですけども、しっかりとこの辺で接し方変えておくと逆に個性が出て愛情深かったりとか思慮深かったりとか注意深かったりとかっていう興奮とは逆の個性っていうのが出てきますんで、やっていきましょう。で特にじゃあ人好きの話出ましたけど、人が来ると興奮しておしっこちび飛びついてっていうの、それは人好きというふうには思わない、人好きっていうのは人好き、エリカエリカちょっとこっち来て、今ね、人好きの犬を呼びますけど、エリカエリカこっち、エリカこの子、人好きです、人が好きです。でも、興奮してないですよね、こういうのが理想の人好きの犬です。で、子犬自体も最初からすごく人が好きな場合とそうじゃないケースっていうのもあると思うので、それぞれのこの接し方っていうのをね、話をしていこうかなと思うんですが、はい、こういうふうな接し方をすればいいのっていうのは、まず飼い主に落ち着くっていうところですね。あ、そうですね結構よくあるのが、じゃあいつも通り叫んでくださいって、かわいいで、普段はそういう声出してないんですよ、はい、かわいい、すごいでっていうのはその人の得意技というか、犬が喜ぶ声っていうのを出す、これ人間の赤ちゃんとかでも低い声よりも高い声の方が何となく楽しいなとか、ちょっと低い声の方が、落ち着かしたいなとかっていうのもあるんですけども、犬も全く同じで、犬を興奮させたかったら高い声でわーっていう、こうなんかね、単語みたいな、すごいキャーみたいな感じのが一番興奮しやすくって、反対に落ち着くんであれば低い声でゆっくりと、で触るときもこういう触り方が一番興奮して、こういう触り方が一番リラックスしやすいので、でこれ両方できないといけないですね、うん、両方。なんだ、まあ飼い主さんの多くは本当はそういう触り方をしたいのに噛んでくるからできないんだっていうのは主張は分かります、分かりますけども、そこもやっぱり、普段の触り方から来るところ、手を出したら噛んでくるっていうのは、なんでそういう風になってくるかっていうと、飼い主さんが、噛まれた時に痛い、やめて、こういう動きをしちゃうから、犬はもう動物ですからね。先ほどって前回のおもちゃの話の時にちょっと出ましたけど、動物的な動きをするようなものっていうのは好きなんです、追っかけたいんです、これこういうの、自分が噛もうとしたらさっと逃げていくものになって、もう超楽しいものなんですよ。なので、手は楽しいものなんだ、噛むものなんだ、逃げていくのを追っかけて噛まないとっていう風な、認識になってくる。だから手が出てきた時にはそれおもちゃだって言って噛むようになってくるんですね。悪循環です。もうどん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 それにはまっていっちゃう。なので、こういうことはしちゃいけないんだっていうのと、
こうしなきゃいけないんだっていうのを飼い主さんが両方ちゃんと認識をしていないと理想のところには到達するのは難しいんだけれども、でも慣れちゃえば簡単だね。そうですね、うん、なので一度ビデオ撮ってみるってもありかもしれない。自分で自分が触ってるところをビデオ撮ってみて、どういう声の口調だったりとかやってるかな、うん、でさっき言ったように翔太が言ったように落ち着くっていうのはすごい大事で、動じない動じない、動じない、もう子犬ですから、うん、ね、ライオンでもないので多少噛まれたって飛びついたって何かしてたっていいじゃないですかそこでわーって、ね、あー吠えちゃったとか甘噛みするからどうしよう、もちろん対処は必要は必要だと思うんですけども、もしできないのであればまずは動じないでもうやってみる、諦めるんじゃなくて一旦落ち着いて、 できるところから一つ一つ注意だったりとかトレーニングだったりとか、うん、今まして内容にいっぱいありますんで、ホールドシートとかいろいろありますんで、そういうところやっていくんですけども、うん、最初から全部できるわけではないと思うので、うん、100% っていうよりかはまず動じないっていうところがまず必要かなと思います。そうだね、うん、で何より今回一番言いたかったのは、犬っていうのは勝手にこう行動したりとか勝手にこう性格っていうのが出来上がっていくように見えてるんですけども、そうじゃないんですね。必ず学習の生き物なので、周りの学習とか周りとの比べたりとか、まあ、中で群れの中でどういう位置づけでいるかっていうところを意識して生活している生き物なので、周りの中でどうなっていくかっていうのがすごい重要なんですね。なのでもし興奮してたりとかおしっこピャーってしちゃってたりとか、ウレションしたりとか吠えてたりとか走り回ってたらどうなってるかっていうと、やはり家族の方の接し方だったりとか生活パターンの中でちょっと問題があるんじゃないかなっていうふうに思うべきだと思います、うん、逆にその中で良くなっていけばそこは減っていくので、その時に犬を叱ろうとか、うん、犬に対してじゃあクレートにしまっとけとか、そういうのはおかしいんですね、うん、そう、その叱るっていうのはね、もちろん犬と暮らしていく中で犬にルールを教えていく中でダメなものはダメだよって教えていくことは必ず必要なんですね。でその中で叱るタイミングっていうのも必ず出てくるとは思うんだけども、子犬と接する中で例えば甘噛みだとか、甘噛みっていうのは別に叱って直すものではないんですよ、うん、基本的には。なので、甘噛みをしてくるんですけど、どうやって叱ったらいいですかって、いやいや待って待って、そういう問題じゃないんだよっていうところから始めなきゃいけなくなるんですね。甘噛みしたから叱らなきゃって思ってダメダメとか言っちゃうと、もうこれ興奮なんですよ、犬から見ると。楽しいんですよ、何もっとやるっていう、そういう風な感じになってきちゃうので、叱って直そうと思わない、でも見過ごせっていうわけじゃないんですよ。そうじゃないパターンを犬に教えていかなきゃいけない。甘噛みじゃなくて、じゃあこういう遊び方が楽しいな、私と遊びたかったらこういうことしましょうっていうのを提案していく。で、子犬っていうのは楽しい遊び提案したら乗ってきますから、そっちの方で十分満足させていくっていう風な形でやっていく。 でプラス落ち着いた時間もきちんと作っていく、そういった形でやっていくと、飼い主さんとの接し方っていうのを犬が体感で学んでいくんですね。なのでここをしつけしつけっていうふうに考えてしまうと、しつけの時間をとってとか、そういうふうな形になっていったり、叱らなきゃっていうようなイメージができてきたりしますけど、そうじゃなくて、大きな枠組みは犬を育てるってことなので、うん、育てる中にしつけってのが入ってきて、うん、運動ってのが入ってきて、うん、体を作るってのが入ってきてっていうところのトータルでやっぱ見ていかないといけないので、うん、何でもかんでもなんか走り回ってるのはダメとか甘噛みしたらダメとかっていう考え方だとちょっと難しいかなと思います、うん、もうダメダメしか言えないもんね、そんなことになったらね。で、子犬はやっぱりわからないです、うん、例えば 2ヶ月半とか3ヶ月来たばっかの子に注意したって絶対理解できないです、うん、なのでここはやる意味がないし、むしろ嫌われるだけなので、うん、やらない方がいいです。甘噛みしたって別に怒ったりも注意もそんなにしないです。噛ませないように手をどかしとくとかそんな感じで、でそれ以外のところの主従関係と気づいていってトレーニングしたりとかいろんなことやる中で、この後噛む相手じゃないなって思ったら自然と噛まなくなってますんで、うん、で大人になったりとか6ヶ月超えてくると甘噛み、それは違うでしょっていうのは教えるってことはあるんですけども、甘噛みしたからって言って怒るとか、うん、っていうことは子犬の時期はしないですね、うん、うちらはね、子犬を預かってその社会科だったり訓練だったりで子犬を預かることっていうのはすごくあるんですけど、子犬の甘噛みの対応しなきゃみたいな意識はうちのスタッフの中全員全くないです。
でも甘噛みしないもんね。 それはもう本当に接し方の問題、普段からもうどういうふうに接してるかで、犬がその接し方から何を学び取っているか、自分にとって何が得なのか何が面白くないのかっていうところを犬が選択した結果、甘噛みはしないねっていうだけのことなんですね。甘噛みは、自分と同列の人にする行動なので、うん、自分よりも上って認識したい人にはする行動ではないので、うん、逆にここで注意で教えるではなくって、もうそうなるようになっていくようにしていくしかないと思います、うん、甘噛みどうで注意すればいいですかっていう質問がある時に、僕らが結構こういうのって一言で言えるものじゃないですよね。多分その聞いたアドバイスを受けた飼い主さんからすると、はい、いまいちしっくりしない。そう、どう注意すればいいのってあれだと思うんですけど、うん、僕は注意はしない。そうなんです、注意はしない。その人の人間力としてそのリーダーと認められた時にしなくなりますよ。でその認められる行動っていうのはトレーニングであったり、トイレトレーニングであったり、普段の接し方であったりとか、うん、しっかりと運動かけてあげてるかとか、そういうなんかもう日々の積み重ねなんで、はい、難しいんですよね、うん、もう本当にトータルでこの犬の人生というか犬の毎日の24時間の全てがそこにつながってくるところなので、最初のトイレトレーニングかクレートトレーニングからもう本編の方を見直してもらって、接し方、あとはもう子犬であれば、まあ、クリッカートレーニングとかね、そういうような、まあ、しつけっていうふうにこういうふうに考えると、ただの一発芸なんですけども、そういうことでコミュニケーションの種類を増やしていくっていう意味で のクリッカーですから、そういうことをしているうちに自然とあれうちの子甘噛みしないねとかっていうふうな感じになってくるはずなんですよ。あとお子さんがね絡むとまたちょっと難しいところも出てくるんですけど、甘噛みするから子供が怖がっちゃうからずっとケージに入れてます、ずっとサークルに入れてます、でもストレス、犬にストレス溜まっちゃっていろいろ破壊しまうかっていうのは本当によくあるパターンなので、すべてあれだね、普段の接し方をどう、ね、そうするか、意識していくか。いろいろインターネットとかで見てると、うん、結構お客さんにもこの方法でやってるんだけどどうですかって言われていろいろあるんですよね。例えば甘噛みしたら部屋から出てってどっか行ってしまうとか、まあ割と僕らからするとそれ絶対おかしいよねっていうのが結構多いので、逆にすぐ直そうって思うこと自体がちょっと間違いかなと思うので、もしいろいろ見比べてやるんであれば、トータル的に考えた時にどうするかっていうのは考えないといけないので、中にはわからないですけども、例えば噛まれたら叩きましょうとかっていうのが、それ止まるとは思うんですよね。犬からしたら噛んだら叩かれたって言ったら、じゃあやめとこうとは思うんですけども、じゃあなんで怒られたかも理解できないし、じゃあ本当に理解したのか、じゃあ違う人にはするのかしないのかわかんなくなってくるので、そういうふうに方法はいくらでもたくさんあるんですけども、最善な手を自分で選んで決めるっていうところが大事になってきますんで、やはりトータル的に犬をどういう子に育てたいのか、どういうふうに自分は接していきたいのか、どういうふうに思われたいのかっていうところを意識して、方法を決めていくべきだと思います。そうね、逆に言えばそのどういった方法でもすっということを聞くんであれば、他の接し方が間違ってない、間違ってなければどんな伝え方でも伝えれば聞くはずなんですよ。でどんな伝え方であっても普段の生活の中での関係性とかそういうのができていない状態だったら逆ギレしてもっと噛んでくるとかもっと興奮するとかそういうようなパターンになっていくので、この方法はダメなんだじゃではなくって、普段の接し方の中できちんとコミュニケーションが取れてないんだな、 うちはというふうな認識に切り替えてもらって、全般を見直していくっていうのが必要ですね。そうですね、そもそも落ち着いた子にしたいんだって思ってるんであれば落ち着いた接し方をしないといけないしっていうところで、一度どういう子に育てたいかっていうのを決めた方がいいと思います、それができるとき具体的な方がいいと思います、こういう時は落ち着いてるんだけど、こういう時はアクティブに遊んでほしいな、こういうのには興味なくなってほしいなとか、こういうのには興味できるだけ持ってほしいなっていうふうに細かく決めれば決めるほど接し方っていうのが統一されていきますんで、人も大好きなんだけど手に甘噛みしないでほしいとか、
スリスリはしてもいいんだけど飛び出ちゃいけないよとかっていう風に細かいところまで決めていくと犬も分かりやすいのでその通りになっていきますんで、そうするとこっちはもう言ったことできるし犬も褒めてもらえて嬉しいしっていう風にウィンウィンの関係になってきますんで、最終的にはそういうところですね。そうだね。もうなんか動画全体こうぼやっとした感じのトークになっているとは思うんだけど、ここをこうすればもう絶対安心なんですよっていう、そういうね、あの甘がみへの対応の仕方とかいうのがあるわけではないんで、本当にトータルの24時間の接し方のっていうようなところをね、はい、意識してやってもらいたいと思いますね。はい、そうですね、うん、はい、では次回は何について、子犬の生活についてですね、はい、子犬のこう理想的な生活についてですね、はい、でこの理想的な生活を、するとどうなっていくのか、うん、で反対にしないとどうなってしまうのかっていうところについてお話ししていきたいと思います、はい、していきたいと思います、はい、はい、それでは次回まで、はい、まります。私たちワンコワークスはドッグラン付きのペットホテルです。広々だわ。スタッフはみんな訓練したのでしつけコースも充実。もっと詳しく知りたい方はこちらの動画からどうぞ。チャンネル登録で応援もしてね。